あさってから日光市で開かれる G7 の関係閣僚会合を前に、テロにつながる爆発物が海外から持ち込まれるのを防ごうと、水際での対策を強化する税関は、今日宇都宮市で検査状況を報道関係者に公開しました。港や空港を持たない栃木県ですが、宇都宮市に横浜税関宇都宮出張所があります。今日は外国貨物を扱う宇都宮市の物流会社で、最新の検査機器を使った税関検査の様子が公開されました。税関ではあさってから日光市で開かれる G7 男女共同参画女性活躍担当大臣会合を前に、海外からテロにつながる爆発物の持ち込みを防ごうと水際対策を強化しています。検査では荷物の表面についた微粒子を集めて爆発物かどうかを調べたり、 X 線装置を積んだ車も用意され、荷物の中身を確認していました。また爆発物を匂いで探し当てる探知犬による検査の様子も公開されました。ジャーマンシェパードの爆発物探知犬は、火薬類の匂いがする箱を見つけると、その前に座って職員に知らせていました。あさってからの G7 関係閣僚会合を前に、これまでに輸入されたものの中から不審物は見つかっていないということですが、怪しい荷物などを確認した場合は税関まで連絡するよう呼びかけています。全国の税関職員がこの日光の閣僚会合の安全開催に向け、今この瞬間も含めて24時間体制で検査を強化しております。安全開催にできるような環境に整えるために、今回、この検査風景を皆様に公開することによってご理解いただき、税関に対して、その不審な情報があればご提供いただきたいというのが趣旨でございます。